さて続きましてはスクランブルウェーブ、カナ・ミオ組対ハルヒ・中川組、タッグチーム同士の対決ということになりました。まずはこちらドット S のお二人であります。そして一方で出てまいりましたチミチミなんかチミあれ雰囲気変わりましたね。ちょっとなんか急に雲行き怪しくなりましたね。雨降るのかなと思ってなんか晴れてたなと思った、ね、おかしいな、快晴のち土砂降りになっちゃいましたねそんなわけで、まあ、始まりました。さあまずはカナと中川、この二人の対決からスタートであります。なんで中川ってこんなに地味なんだろう。カナさんはどう見えますか、この中川さんに。いやいや私グランドリボイスですけど、そうですね、うん、地味ですよね。そうですか、なんかコスチュームもなんか体操のお姉さんみたいな、うん、そう体操のお姉さんという意味ではね、結構そういう風には見えますけどもね、うん、でもそう見えても地味だな。地味だな、うん、なんか上と下のコッシュも間違えてたのかなって本当ですね、ちょっとなんか変ですよね。なんか変だな。さあまずはバックの取り合い、そうまたしても中川がバックを取る。しかしからもここで引き離しました。さあ屈折してお客さんから拍手が沸き起こります。さあ続きましてはこちらは春日と美代、この2人の攻防であります。ちょっとね華やかになりましたね、うん、なんかね、うん、ほっとしますよね、うん、コスチュームもちょっと華やかで、はい、お、ロープ、そうですね、ロープですね。しかしここからミオ、さあ勢いに任せて、さあしかしうまく空を切った。さあハルヒがエルボーからなんだドロップキック、なんか背中が空いてるコスチュームってやらしいね。お、暴ってんの、うん、あのミオの、うん、あそうですね、でもなんかこうセクシーに見えますね。セクシー、うん、上向きすぎなんでお客さんに顔が見えねえだろ。こういうなんかこう意地悪シーンがねミオさんにありますよね。カナさん、やはりこのミオ選手のこういう意地悪シーンっていうのはもうこれは性格ですかね。もうそれはもちろんです、性格です、うん、そのもう元のものが出てるんじゃないですかね、うんうん、そうですね、それがそのままリング上に反映されてますよね。さあ今度はドロップキックで、またしても中川にタッチ。地味が出てきた地味が出てきた、もう固有名詞になっちゃいましたね地味が出てきた。さあ地味とハルヒがなんだキックとフェイスマスター。でも中川もおっぱいでかいんですよね、うん、ああそうなんですよ、そうそうそうですね。あそこはやっぱりカナさんも意識しました。いや意識はしてないですけど、ライバルかなとか意識はしてないですけどね。じゃないですか、出せばいいのに谷間。あそうですよね、あんまりそういうところに興味はないんですかね。興味ないですかね。あの黄色のところ切り取ったらね、そうそうそう、なくてもいいですよね。切っちゃえばいいのカナさん切っちゃって。いや私はそうですね、ちょっとねせっかくキキチチ選手権もあるわけですからね、これからやるらしいんでね。そうですね、決まったんです。そうです、大岡さんそんな出る気満々な顔しないでくださいよ。出る気満々ですよ。何てことですか。私はあの見えないボーイ見えないボーイってそれ初めてですよどういうこと、何であの見せないんですか。見せてくださいよ、見えないボーイ。隠してるんです。隠しボーイですか、はい、さあここでさあカナと中川の対決になった。おっと見せるキック、カナは見せるボーイ、うん、そう見せるボーイ、そうですね、見せるボーイって谷間をのもう強調しつつ胸を揺らしながら走るからそう揺らすところがポイントなんですね、うん、これこれ。おっと今ビンタしただけで揺れたからね。そうでしたね、強烈な揺れ具合。さあまた超揺れか、ほらほら揺れてるこれはすごい、すごい。大岡さんなかなかいい発見しますね、うん、動くたんびに揺れるんだ。そうですね、この揺れ具合を今度あの調べるのもいいですね、はい、この揺れ具合でポイントが加算されるポイントです、ポイント。あ、母さん計算され尽くしてますね。あのコスチュームは計算され尽くしてました、うん、そういう機能がついてたんですね。機能がついてます。あ やっと気づきましたね、この機能ずっと今まで使わずにいたわけですねいやこれはちょっと新しい発見であります。ミオなんかおっぱいないから隠しちゃってるじゃないですか。あないという人はやっぱりこうやって隠すもんなんですか。そうですよ、揺れないし全く揺れてない。あそうですよね、びくともしないですよね。びくともしない。おっとこれ中川が顔面を蹴ってまいりました。いやかなり強烈な一撃、しかしミオがここで反撃。まあしかし本当に大岡さん、はい、まあ、本当にそのねミオはそのびくともしない、まあ、ボインポイントなんですけども、はい、しかもあのすっぴん髪というね、あの夏スミオの言葉もありましたけど、今のね流行りというか今2014年ではもう、うん、ミオは髪だと、はい、ミオは髪すっぴんがってことですか。すっぴんが髪、ね、なの、はいはい、ミオの化粧
約2時間かかるらしいっすよ。はあ、カナさんそれ本当ですか？らしいですね。私は分かって分からないですけど、らしいです、ね。そうか、もう完成形で会場に来てるわけですね。そうです。あら、そうだったんですか。練習の時も化粧してきますからね。おお。ちょっとナチュラルメイクという名の化粧をしてきます。ってことはこの素顔を見た人間まだほとんどいないってことですね。たまに本当にドスッピンで、うん、なんかバスとか乗ってるとあれ。あ、知らない人も乗ってる。あれ、ガミさんがいる。二人いるとか。痩せてるガミさんと太ってるガミさん。どっちが本当のガミさんなんだみたいな。本当に。それを2で足して割ったのが、はい、多分、イオだと思います。ああ、そういうことなんですか。そっか、そこで微妙にイオが登場してくると。そうそうそう。だから紫さん姉妹っていうのが。まあこれもね、ある意味究極な選択でね、ガミさんとこのスピンガミさん、はい、どっちを取るかみたいな、そういうアンケートとかで取れば面白いですね。今度やってみましょうよ。ね、いろいろこう、うん、DVD から企画が生まれてまいります。もしかしたらカナさん気づかないかもしれない。そうですね、カナさん多分なんか普通に会話してそうですよね。ガミさんだと思って。いやそれは私、おっと出てまいりました、ボインポイント。まだまだ、もうちょい、もうちょい。そうですね、まだハーフボインでしたね、うん、ハーフボインだった。残念ながらまだまだカウントダウンでありました。あの、対戦相手の体の上におっぱいが乗るとすごい寄って、キュッてなる。そうなんですよね。そうするともうボインポイントだとか、ドゥ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 と上がっていくんですよね。で、私たまに試合、あのセコンドで見てるんですけど、はい、そのボインポイントを見てる私を、うん、カナさんたまに見ます。おっ、何、カナさんどういうことですかそれ。見てない見てない、意識してない。見とけよと。私を、私お前なんか変わらないよと。私のボインポイントどうだと。そうランプ押せと。で、私がいるところに多分カメラマンがいるので、うんうんうん、多分そこ見てるんだと思うんですけど。なるほど、カナさんやっぱりそういうカメラ目線になる。アングル的に多分、うん、もうアングルは一応気になってますけど。さすがですね。やはりそうならないとね、ボインポイントの人ということは言われないですからね。私のボインポイントでマニアックスの DVD 売れてるんでしょうぐらいの、うん、いや本当にね、それは本当に貴重なお土産に貢献していただいてるわけですよ。ありがとうございます。よかったですよ。もう本当に大貢献ですよ。本当にね、スピン紙も貢献していただきたいものでありますが、本当に。さあ今度はなんだ。さあ、ミオと春日の攻防、そろそろ決着に行き着くのか。ナナ式のブレンマスター、そしてカナが待っている。さあバックボードは、いやこれ今こうやってカナさん自分で見たら分かりますよね、かなりひぐどいなというのは。おっと、少し春日が切り返す。危ない。さあ、ややボインです。ややボインポイント。さあ今度はなんだ、春日が動きが速くなった。おっと、カナが飛びついてくる。寝ちゃった寝ちゃった。しかもカメラアングル良くない。あーっと、しかしスピンバック。あー、青、青、出た。最後出ました、嬉しげウィズボインでカナの勝ち。いや、最後は満喫しましたね。満喫しました。カナさんいかがでした。いやいや、満喫してもらったら。